皆様、こんにちは。2月10日、今晩の相場展望、チャート分析編をお届けをしたいと思います。ご覧いただいておりますのはドル円の1時間足です。105円の77をやって、翌日60台で止まり、変則ダブルトップを打ち、こちらの方の105円の26近辺、ちょうどネックラインを切ったポイントが今度戻り局面できれいにぴったり全部上髭を止められたという典型的な崩れるチャートパターンで、ずるずる崩れて昨日は104の50まで下落をいたしました。本日も、こちらの方は104の50アースクまで下落をしておりますが、まだ下に走ってはおりません。しかし非常に上値が重たい展開で、やはりレベル感から買っていくのを変に戻されたところ、高いところを売れるようだと逆に怖いなという気もします。このチャートを見ると、戻りが105円の15近辺超えたら、もうそれはショートはやめなきゃいけません。そこから自分の大体の損の許容を判断をしますと、やはり戻りのですね、104円の90あたりを売って、105円の15でストップをするというぐらいしかやっぱり売りで参加できない。で、もしこの浅いところを売るのであれば、6570売って、もう85で損切るというぐらいでもいいのかもしれません。考え方としてはですね。で、もし今晩もう一回突っ込むということであれば、その4の90まで待たずに4の65売りの4の85でストップをかける、その4の50ブレイクで走ることを期待をしてと。でもしこれが、時間とともにですね、あまりいつまで待っても下のブレイクがないということであれば、4の65の売りをキャンセルしてもいいかもしれませんし、考え方は2つだと思うんですね。で、自分としてはここで大きなリスクを取る必要はないと考えているので、4の90でストップ売りを行き、5円の15で損切りを、利食いを104の35でイメージをしてみたいというふうに思います。見てる限りにおいて6065は重たいと判断できるのであれば、スキャル的な意味で叩いて成り行きで売っていくというのはそう十分ありだというふうに思います。次はユーロドルです。ユーロドルは基本的に買いで回すべき流れでございまして、非常にきれいにこの時間足のボリンジャーバンドのセンターラインのブルーのラインにきれいに乗って上昇しているといった形がよく見えると思います。したがって、これは次に買うタイミングとしては 1.21 の丸5、押しをちょっと買ってみて、このボリンジャーバンドのセンターラインのちょっと下あたりを買ってみて、ダメであれば、この直近のですね、サポートラインと思われる 1.20 の85で、浅めにストップロスをかけたいというふうに思います。これだけ、じわじわ上がってきてますので、売り上がってるというよりは、やっぱりトレンドラインが変わったということで、ユーロドルも怖いながらも押し目買いで回してる人間が当然多いと思うので、大きな値崩れがあった場合というのは、結構深い損切りがつく可能性もあります。したがって、本日は2105を買ったら2085と浅めにストップを置いてみたい、そんなふうに思います。利食いとしては、もう直近ですね、戻り高値の近辺、1.21 のやはり60近辺をイメージをしてみたい、そんなふうに思います。次はユーロ円です。ユーロ円は、下落をするドル円と上昇するユーロドルに挟まれて、はっきり言って、この方向感、はっきり分かりません。ただ、このチャートの流れからいって、90時間と200時間が非常に、しっかりしていて、その上に、21日線もあるということで、損切りを126円の60割れに、置いて、買うのは非常に浅いんですけど、126円の70買い、ストップごめんなさい、60ではなくて55に下げます。下げたいと思います。70買いの55をストップ、15銭のリスクで。で、利食いはですね、この戻り127円の丸5でイメージしてみたいです。これはどうしても黒線についてそのユーロとドル円の動きが逆なので、そのクロスであるユーロ円が方向感がはっきりわからない、しかも値幅としては狭い水準で動く可能性が強いというふうに、思っています。その可能性が、高い、強いじゃない、可能性が高いですね。なので、どうしてもその大きな値幅は多分取りに行けないだろうというふうに思うと、やはりストップも浅くして、参入ポイントを近めにするというパターンになるのかなというふうに思いました。ポンドです。ポンドにつきましても同じように、狭いレンジで揉み合いを続けています。やるのであれば、やっぱり押し目買いだと思いまして、この144円の3号近辺、買って、ダメならば、この今上がってくる、これが144円多分超えてくると思いますので、144円割れで、ポンドに関してはストップを。利食いは144円の後半ですね。8号ぐらいをイメージしてみたいです。ポンド、ドルに関しても、先ほどのユーロと同じように、21の移動平均線が、下からこうどんどん上にたくり上げているような形になります。ぱっと見で 1.38 近辺の買いですね。1.3815、3815、ちょっと浅いかな。1.38 の10ちょうど。この辺りを買って、ダメならば、6号近辺で損切るような形で、利食いを 1.38 の505円まで待つようなスタンスではないかというふうに思います。もう、日足で見ても直近の高値がないので、週足をベースに考えざるを得ないなと思うんですけど、これで見ると、もう 1.38 の、要するに、後半、39の前半ぐらいって、あんまり実は、綺麗なレジスタンスポイントがないんですね。なので、直近でやるとしたらですね、そうですね、この 1.35 台と 1.14 のその急落した分のフィボナッチの 1.318 倍とか、そういった見方で見てかざるを得ないのかなという気はいたします。次は OG 円です。OG 円もこれはもみ合いです。したがって、流れからいくと、やはり下サイド、80円の、私やっぱり買うんだったら60ぐらいでしょうか。で、80円のストップを40、35ですね、35に置いて、利食いを81円台、この1号近辺で。そのようなイメージで見ております。そんな形で、本日考えてみたいというふうにイメージをしております。また、今晩何かございましたらよろしくお願いしたいと思います。今晩の相場展望、チャート分析編、この辺で失礼させていただきたいと思います。それではよろしくどうぞお願い申し上げます。失礼いたします。JFX 株式会社代表取締役小林義彦です。いつも YouTube をご覧をいただきまして誠にありがとうございます。JFX 株式会社はスキャルピングと呼ばれるポジションを持ってから決済するまでの時間が数秒から数分ととても短い取引をされる方に選ばれている会社でございます。業界の中では数少ないスキャルピング OK であること、連打注文が OK であること、1日の取引制限がないこと、約定スピードが最速 0.001 秒とサクサク約定することなどが選ばれている理由だと自負しております。ぜひ当社でお取引をいただきたく YouTube 限定企画の新規口座開設キャンペーンをご用意をいたしました。新規口座開設期間内に小林義彦 JFX YouTube 限定企画経由で新規口座開設をしていただき取引期間内に新規約定の合計で1万通貨以上のお取引をされ、かつ申し込み期間内にキャンペーン申し込み専用フォームによりお申し込みをされた方に、4000円キャッシュバックと私のオリジナルレポートをプレゼントいたします。オリジナルレポートの内容はスキャルピングのコツ、チャートパターン、スキャルピングのためのテクニカル分析など、私がツイッターで売ったり買ったり情報発信をしているトレードのエントリーや決済の根拠についてのものです。中根トレードや実需についてもお問い合わせが多いので、こちらもコンテンツに入れております。 YouTube 動画の概要欄にキャンペーンページの専用 URL がございますので、ぜひ講座をお持ちでない方はご検討ください。よろしくお願いいたします。